現在有馬温泉駅前に来ました。以前は有馬川を、あちらの方から、撮影してたんですけども、まあ、こういうふうに昔阪神・淡路大震災の後地形を、まあ、皆さんが水遊びできるような形で、まあ、こういうふうに作られています。まあ、河川水門回式玉発電をこちらに設置するかどうかとして、まあ、向こうの方がね、先とかそういうふうな形で進めて、まあ、ちょっと上流の方を撮影に行ってきます。あちらの方がですね、有馬温泉駅の、2つの河川が分かれている、こちらの方は北側といいましょうか、まあ、上流部のところです。まあ、門を設置するなら 2つに分かれているところの、そこの箇所に門を設置と、あともう一つはこちらですね。あとあちらの上流の方へちょっと行ってみます。何メートル、何百メートルかちょっと歩いてきたんですけども、池の坊さんの駐車場のあたりですね。まあ、こちらの方に、まあ、もう一門というところですかね。河川の幅が狭くなっている箇所でいいと思います。ちょっとね、だいぶ坂上がってきてるんで、まあ、こちらよりもう少し手前の方がいいかもしれないですね。まあ、今日9月の、半ばなんですけども、暑いです。それでもそこそこ水流れてますんでね、晴れの日でも。まとまった雨が降った日とかでしたら2日ぐらい続けてずっと、結構な水の量、今流れている水の量の、まあ、何十倍だとかそういうふうな水の量がずっと流れていたりとかも、します。場所によってはもう100倍超えてますね。ですので、ね、うまく活用したいところですね。まあ、池の坊さんの駐車場のところなんですけども、ここの杉の木は立派ですね。これだけの間隔で全ての木がものすごく太いですね。直径50センチありそうですね。すごいですね、一番奥のこの木。まあ、上の方はカットされてますけども、これはすごいですね。まあ、直角に、立ってるんで、台風が来ても、まあ、なかなか倒壊することはないでしょうね。で、あと、木にほぼ穴は開いてなさそうですね。中が空洞化してなさそうなので、まあ、周りぐるっと見て、本当は確認しなきゃわからない部分はあるんですけどね。まあ、ちょっと珍しい木なので、撮影しておきました。先ほどの河川の、上流に来ました。これは三何と読むんですかね。ちょっと難しい文字なのでわからないですね。で、まあ、河川の底を、まあ、ちょっといろいろ木とか草とかを取り除いたりして、まあ、整地することが必要になってくると思うんですけども、まあ、この辺りに一門。あとは向こうの方、高低差すぐに上の方行きますんでね、もう50メートルぐらいで。まあ、あの辺りにも一門というところですね。もうちょっと上まで見に行ってみます。先ほどの続きです。上流、ちょっと歩いたらすぐ、橋ありました。もう、この辺りですね、水門。で、あとは向こうの奥ですね、行けるところまで行ってみます。先ほど撮影したのがあちらの橋の方なんですけども、こちらに、滝川という橋があります。もう一つの、滝川という河川の名前ですね。で、有明橋、こちらですね。こっち、もうこの辺りで最後の水門でいいと思いますよ。向こうの方、もうちょっとだけちょっと行ってみましょうか。次の地点が、輸送屋橋ですかね、そういう名称です。まあ、あちらの方から、登ってきたんですけども、まあ、上流本の方はこういう風な形になっています。まあ、ここにも一門ぐらいつけておきたいところですね。あとは奥が、奥行きがだいぶ平地が出ているかどうかなんですね。それによって貯水量が変わってきますので、まあ、先ほど横から出てた水なんですけども、まあ、
あたりをこういうふうに、まあ、加工されていて、まあ、水が流れている、まあ、流れ先があちらですね。まあ、こういうふうな、昔の伊織のようなところですね。あちらお手洗いがありますね。まあちょっと風流ような、まあ、もうちょっと上流まで一応行ってみますね。あちらの方から、登ってきました。で、こちらなんですけども、まあこの部分はやや滝になっていて、あちらがやや滝になってるんですけども、晴れの日でもこれぐらいまとまった水出てきてるんで、あそこの一番上から、まあ、高低差あるんでね、この河川の底のところまで、まあ、地下水流トンネル発電のような形で一直線に引くと、まあ、距離として20メートルほどですけども、まあ、回転扉の数を、まあ、何十か置けるんで、まあ、例えば縦横20センチ×20センチのストレートの、地下水流トンネル発電、まあまあ、地下じゃないですけども、このケースは、まあ、河川にそういった類のものを設置すると、これで安定して、電力が得れますね。安定感がかなりあるのと、あの角度がかなりあるんで、水圧は結構かかると思うんですよ。で、まあ、あちらの上の方はどうなってるのかちょっと見たかったんですけども、どこか行けそうな道があったらちょっと探してみますね。まあギア比で、まあ、結構な、発電ができると思います。あ、こちらの木もすごいですね。根元50センチ以上ありますね。あちらの木も結構太いですね。ちょっと上に行けそうな道見当たらなかったんで、こちらの河川はもうここまでで、終了にしておきます。以上です。もう一つの河川、二股に分かれている左手の方、撮影に行ってきます。